敵だ。叩き潰すぞ。枠を引いてあげなさい。これで行く。排除する。やりきれ。一度体勢を整えよう。ジャック、火山ガスだ。なるべく吸い込まないようにな。このガス、風で吹き飛ばせるみたいよ。ああ、こんなものだ。よくやったな。次も頼むぞ。随分と立派な扉、あそこを通れってことかな。でもこの溶岩じゃ近寄れそうにないわね。溶岩が固まったみたいだな。これで探索の範囲が広がったわね。見つけたわ。あれ、こんな風景なのにあまり暑くないね。火のクリスタルが闇に覆われているはずだ。カオスだ。嬉しそうだな。走れ、狩りよ。先は長いぞ。
っキューブがある。休憩できそうだ。邪魔な溶岩。渡る方法があるはず。探そう。お出迎えだな。やるぞ。ついてこい。ここからだ。暑いね。体力奪われる。避けて進む。では体勢が下がったみたいだな。排除する。ラッシュ、当てにしてもいいか。消え去る。ソフィア、頼むぞ。任せて。やるか。期待してるわ、ジャック。行けるぞ。これで行く。走れ光よ。上出来だ。爆発するのか。火の扱いには注意しないと。帰り道に使おう。せっかくだから戻っておく。これで行く。お出ましね。早く戦おう。
すぎだ。ここからだ。火のクリスタルが復活するとどうなるんだろう。だって今でも火は使えるよね。火の温度は本当はもっと高いんじゃない？じゃあお湯が早く沸くんだ。そう、強い火はより大きなエネルギーを生み出すことだ。国の発展には欠かせないやつ。それチャンスだぞ。とりあえず切り抜けたか。息が強かったんだ。卑下しなくていい。出てきたか。さっさと片付けましょう。意外と心地いいかも。ああ、そうだな。二人ともすごいね。注意しろ、溶岩の向こうにも気配がある。排除する。ソフィア、頼むぞ。強い男に頼られるのはいい。そこにキューブが見えたぞ。調べておくか。
さっき通ったところが見えるわね。ああ、少しずつだが確実に登っている。走れ光よ。だから歩く。期待してるわ、ジャック。何かある。ショートカットできそうね。戻りは楽ができるぞ。さて、排除する。強いぞ、集中しろ。体勢を下げられたか。危険な状態かもしれないわ。落ち着いて対処するしかないだ。健康だ。ここまでやってくれると気持ちいいわ。ここからだ。敵だ。さっさと片付けましょう。行けるぞ。武蔵だ。だいぶ登ったよな。山頂が近いんじゃないか。ということはカオスも近い。気合を入れておけ。火のカオスを仕留めるぞ。キューブがあるな。場所は覚えておきましょう。
夢を見ていた。泣き叫ぶ女、子供、血にまみれた城、光、嘆き、はあ、それなのにこのマリリスの眠りを邪魔したのはお前らか。火の力は渡さん、私の炎で焼き尽くしてくれよ。話したか？黒い霧には気をつけろ。浴びると過去に引っ張られる。あるいは取り憑かれると魔物になってしまう。ああ、現場で知った。先に聞いておきたかったがな。私のようになるのも一興かと思ってな。あんたは魔物なのか？率直に言って、その解釈が一番楽だ。
あちらこちらにコーネリアの風景に馴染まない場所があるだろう。例えばこの塔、私はそれをルフェインの忘れ物と呼んでいる。ルフェイン？高度に発達した技術力でこの世界を作り上げて、どこかへ消えてしまった謎の国さ。国が消えた？消されたのか消えたのか知らないがね。さあ、残りのクリスタルを解放するんだろう。